世界王者、宇野昌磨が SP2 位から逆転 VSP 首位の三浦義雄は悔しにもファイナル進出前進。フィギュアスケート GP スケートカナダ。29日、ミシサが。 男子フリーが行われ、ショートプログラム SP2 で18年平昌五輪銀メダル、22年北京五輪銅メダル、世界王者の宇野昌馬24、トヨタ自動車がフリー183.17点、合計273.15点で逆転優勝を飾った。宇野は冒頭の4回転ループを着氷させると、その後は回転不足を取られるジャンプも多かったが、 フリー、G 戦場のアリアの世界観をしっかりと体現し、逆転した。会見では今日の演技は本当に SP 同様、練習のいい部分も悪い部分もしっかり出た演技だった。NHK 杯に向けていい練習が積めると思います。と、納得の表情でうなずいた。 SP 主位の三浦義雄17オリエンタルバイオメグロ日大公は4回転サルコーでの転倒が響き自己ベストに届かず265.29点で悔しい2位に終わったただ初戦のスケートアメリカに続く2位で GP ファイナル12月取りの進出に前進したフィギュア宇野昌磨が逆転部位4回転4種5本の高難度2位三浦に置いていかれないよう フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第2戦スケートカナダ29日日本時間30日カナダミシソオが男子フリー22年世界選手権覇者の宇野昌磨24トヨタ自動車が GP シリーズ数算7勝目を飾ったショートプログラム SP2 位からフリーは183.17点を記録し合計273.15点で逆転優勝した 2位は合計265.29点で SP 主位の三浦義雄オ,オリエンタルバイオメグロ日大校となり、うのは優勝は喜ばしいことだと思うんですけれど、三浦義雄選手はすごいスピードで成長していて、今年中に世界のトップで戦う選手になる。僕も置いていかれないように頑張らないといけないですと、冷静に分析した。 4回転を4種5本組み込む高難度構成で演じ切った。冒頭で4回転ループの着氷が乱れ、続く4回転サルコーはこらえた。そこからは4回転フリップ、演技後半の4回転3回転の連続トーループを着氷。乱れはしたが、最終盤にも4回転トーループを組み込んだ。 得点発表を待つキスクライでは笑顔を見せファンからのショマの声援に手を振った世界王者として望むシーズンだが肩に力は入らないスケートの面白さを日々感じながら過ごしている今大会では靴紐だった前日練習ではジャンプが決まらない場面が目立った原因を探った4回転ループですごい足首を曲がった振り方をした 普通に練習していて、ああいう振り方をすることがまずない。氷の相性であれば、もっと違う失敗をするだろう。経験値から答えを導く作業。靴紐を緩く結びすぎてたかな。翌朝の練習では修正すると、見事に4回転の調子が戻ってきた。本当に面白いな。探求心こそが原動力。だから、過剰に結果にとらわれない。 次戦は GP 第 5000NHK 杯11月18日開幕札幌に出場する。ショート、SP、フリーともに練習通りと言いますか課題が見つかって良かったです。さらに成長した先にシリーズ上位6人が進む12月の GP ファイナルトリノが見える。ミシュソーガ、安倍健吾。 フィギュア GP シリーズで日本勢開挙男子、女子、ペアの3種目 V、うのみうらは1、2独占。第2戦スケートカナダは男子がう野、女子が渡辺、ペアが陸流優勝。フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第2戦スケートカナダは最終日が29日、日本時間30日、西相賀で行われ、日本勢が3種目で優勝する開挙を達成した。 男子を宇野昌磨トヨタ自動車、女子を渡辺治むか、宝台、ペアを三浦陸、木原隆一組、木下グループ組が制した。ミシソガが日本勢の躍動に染められた。まずは女子フリー。ショートプログラム SP6 位だった渡辺が大技3回転アクセルを決めるなど、フリー1位の134.32点、合計197.59点で逆転し、 GP シリーズ初出場初優勝の快挙を飾った。続いたのはペアフリーの陸流こと三浦、木原組。SP 首位から息の合った演技を披露し合計212.02点を記録した。日本勢ではこの種目初となる GP シリーズ制覇を達成。日本勢にとってようやく強化が進んできたペアで嬉しい初優勝を成し遂げた。締めくくりは男子フリーの宇野だ。 4回転を4種類5本組み込む高難度の構成を演じ、ジャンプが乱れる場面はあったものの、183.17点を記録。合計273.15点で逆転優勝し、GP 通算7勝目となった。SP 首位だった三浦義夫とのワンツーフィニッシュを達成した。 今シーズンは昨シーズンから続き、ロシア、ベラルーシ選手は国際スケート連盟 ISU から国際大会からの除外措置を今季も継続され出場していないものの世界の競合が集まる GP シリーズ3種目で日本勢が表彰台の真ん中に立つ異業となった。宇野昌磨が逆転優勝、17歳三浦義雄は2週連続の準 v 日本勢ワンツー。 フィギュアスケート GP シリーズスケートカナダ最終日2022年10月29日カナダミシソーガ。男子は SP 通位だった昨季世界選手権優勝の宇野昌馬トヨタ自動車がフリートップの183.17点をマークし合計273.15点で逆転優勝を果たした。 4回転4種、5本を組み込んだ G 線上のアリアを演じ切り、得点を確認すると笑顔を見せた。SP 首位の17歳三浦義代オリエンタルバイオメグロ日大公はフリー2位の171.23点、合計265.29点で先週のスケートアメリカに続き、2週連続の準優勝を飾った。12月のファイナル、トリの初出場に大きく前進した。 SP3 位のマッテオ・リッツォ、イタリアがフリー4位の169.85点を出し、合計251.03点で3位に入った。世界王者、宇野昌磨が SP2 位から逆転 VSP 首位の三浦義雄は悔し2位もファイナル進出前進。フィギュアスケート GP スケートカナダ。29日、ミシサが。 男子フリーが行われ、ショートプログラム SP2 で18年平昌五輪銀メダル、22年北京五輪銅メダル、世界王者の宇野昌馬24、トヨタ自動車がフリー183.17点、合計273.15点で逆転優勝を飾った。宇野は冒頭の4回転ループを着氷させると、その後は回転不足を取られるジャンプも多かったが、 フリー、G 線上のアリアの世界観をしっかりと体現し、逆転した。会見では今日の演技は本当に SP 同様、練習のいい部分も悪い部分もしっかり出た演技だった。NHK 杯に向けていい練習が積めると思います。と、納得の表情でうなずいた。 SP 主位の三浦義雄17オリエンタルバイオメグロ日大公は4回転サルコーでの転倒が響き自己ベストに届かず265.29点で悔しい2位に終わったただ初戦のスケートアメリカに続く2位で GP ファイナル12月取りの進出に前進したフィギュア宇野昌磨が逆転部位4回転4種5本の高難度2位三浦に置いていかれないよう フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第2戦スケートカナダ29日日本時間30日カナダミシソオが男子フリー22年世界選手権覇者の宇野昌磨24トヨタ自動車が GP シリーズ数算7勝目を飾ったショートプログラム SP2 位からフリーは183.17点を記録し合計273.15点で逆転優勝した 2位は合計265.29点で SP 主位の三浦義雄オ,オリエンタルバイオメグロ日大校となり、うのは優勝は喜ばしいことだと思うんですけれど、三浦義雄選手はすごいスピードで成長していて、今年中に世界のトップで戦う選手になる。僕も置いていかれないように頑張らないといけないですと、冷静に分析した。 4回転を4種5本組み込む高難度構成で演じ切った。冒頭で4回転ループの着氷が乱れ、続く4回転サルコーはこらえた。そこからは4回転フリップ、演技後半の4回転3回転の連続トーループを着氷。乱れはしたが、最終盤にも4回転トーループを組み込んだ。 得点発表を待つキスクライでは笑顔を見せファンからの書馬の声援に手を振った。